どうも、リプテンです。ハコさんです。ステージ4、うん、前回ね、ジャンボを倒したところで、ジャンボ、うん、ジャンボ一気に止まったね。そっち、あと 12? 12体12か、すぐ止まんじゃないか、12だったら。いけた、22体だったのに。うん、まずラストあたりになった時に、あれ1匹た、あれこれってさ、もしかして49がマックスか、うん、最後50が最後、キングテレサって扱いかな。おとりあえず49溜まるまで頑張ろう。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。あーそうだ、ここでなるんだ停電。あ、停電が起こるとすっげー出てくるんだよね、確かね。そうね。なんだちょっと大変じゃん、電気が突然消えよった。っていうか開しくらい置けよ、こんなでかいな。今の風勢で停電だったかもしれない。ちょっと誰も見えない。暗闇のお化けの独壇場、返事するんじゃよ、ゆうじ君。あ、返事するんじゃよ、仕方しよう。仕方できるとこは仕方。そうね。で、行けるところはまっすぐ行ってみた。普通に奥からも出てくる。じゃあな。あ電話が鳴ってる。何もできない。出ない。あ、こっちだか。ハロー。もしもし、そこにいるのは誰？どちらい？ルイージです。オッケー。ルイージさんですか？これピノキオじゃね？ピノキオだ、しかも。ピノキオじゃねえわ。鼻伸びちゃうよ。どうだよ。電電になってしまったんです。一体どうしたらいいでしょうか。私たち暗いのが何より苦手なんです。くすん。どうか電気をつけていただけないでしょうか。どうすれば電気をつけられるんですって。場所わかってる。地下だろ。ブレーカーでしょ。場所わかってる。さすがにお化けだな。もし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 。驚かせて悪かったな。小山じゃ。小山かい。なんだもつまんな。通信では家がないから。ああ、そういうことね。この野郎。闇の符というギャラリーから逃げ出して絵の真の暗闇にしか姿を現さない。もしそやつがどっかに現れたら おそらく年越えて身だしなみには気を使うんだよ。鏡の部屋が怪しいと思う、うん、とりあえずそのおやおやおやまあ博士が言ってた。すごい多いな。やめろよ、多すぎていけねえって。ビビるな、いちいち毎回毎回。ルイージ頼むからビビらないでくれ。で、多分ここシカトシフトだ。全部反応するな、バカ。控室に入り反応するな、全部に全部に反応するな。ぶねえな、もうそこがクローゼット。ここか。あ、いた。背中を向けてる時だけ出てくる。今いい感じに触ってる。よし、バツ。ドキドキやめて、すごく近い。ナイス、よかったっていうか。マジルイージムカつくな。ルイージがちょっと嫌いになりそう今。近っ。ビビリの割には何匹も今もうお化けをさ捕まえてんのにさ、慣れろって。頑張ってんだよ。だろうけどもよ。あー、よかった。多分4、3階かな。 あ、正面だった。 200! テレビ、これは時間かかるわ。もういかんのかい。おいものすごいダマシプレイ。なにここ。うるせえ。お前の仲間に散々コケにされてんだ。許さんぞ。お前だけは吸い込む。
そういえばこれ掃除機だったの。わあ、あったんだね。それしたお前がどう頑張ってきて、俺はこの場所からしか動けねえから残念だったな。うぃーじゃあそこを取り払っていかないと。鍵3階どれだったテレー、テレー全然読めなかった。テレーどうだ、ムカつく。ちょ、行かないで。はぁ、なんだてめぇ、喧嘩ってんか。これもしかしてまだ敵いる感じ、敵についてないってこと。そのルイージが主人公って最初見た時に、おぉやったと思ったら、あぁお前か。全部に出てくるのか。一応キャインってなるの。キャイン天野くんってくるの。おぉ天野くん、お金落としたよ。あ、お金イコール天野くん。天野くん300。こんなに多いのか最近のテレカは。おい布、うわ懐かしい兵隊、懐かしい、いた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 、カラクリ部屋ちゃいるやんけ。しかも懐かしいにもほどがある。あ、音楽鳴らすのか。あ、すげえ、ヤジマショーの BGM になってる。この、多分、このネジをね、外すんだよね。いや、起きろバカ早く。危機感を持って少しは。早く起きろお前、早く起きろお前。一匹ずつ潰してった方が早い。まずは青から起きろ早く。でも起きるのが遅すぎる。遅い。よし後ろで、ピンクは無視して、お、ピンクまで外れた。して落ち、おい落ちだったろ、そっつんじゃねえ。落ちたっけ。切るのが遅すぎる。なんで吸っちゃうのそれ。こわっ、痛くなったらもう分かる。1体ずつっていうのが大事なんだな。何てれさん、こいつここのやつだ。もう嫌い、嫌いすぎる。それはなんか帰ってきた。帰ってきた。
なんだあいつ帰ってきた。行く当てがなかった。あれ3匹じゃなかった。いやもう位置がわからない。行く当てがないよ。いいペース。これか。そうか、ババ。あれ。言葉どこで覚えた。回っていそうで。お前背中見せる。うえ。そこまでなったらもうすぐ出ろよ。三。なんやねん。入れない。自己紹介入ります。自己紹介入ります。お前バカどこ行こうしてんの。ふざけるなよ。行くなバカ。そっちには行くな。俺がそっちに行けんじゃない。よっしゃーしゃーしゃー。大丈夫か。押してなんかかな。落ちるのかな。上がったわ。土管だ。本当だ。予期せぬなんだけど。まさか上がるとは。うわぁ。うわぁ、めんどくさ。何ねえ、お前ら。そうだ。ちょっとやっぱ、ハトだ。まず、お前だ。2体同時は確実にそうだよ。よく頑張ったわ、あんだけ。だビビるな、いちいちそんなことで。慣れてろ、早く。よし、ありがた。はい、ごっつぁんです。あ、普通に来た。いや、なんでハート取らないの今のタイミングで。ここ無限に俺がいるんだけど、これもう一度早くね。言うの。はい、浄化。はい、鍵まあ、そのまま中庭まで落ちる。あ、危なっ。そこだよね。これはもうないのか。これ以上はなんかもっと口壊れてる。上に行けるんだよね。だけか。なんかある。え、ここ落ちれる。あのバッテン部屋がそこに行くべきか、3階のあそこ行くべきか。ここだ。見せかけの回復。はい、あまた。おい、テレスか。まあ、たぶん逃げ込んでっかなことは。そうなんだよね。落ちてきそうで怖い。地下。地下か。こいつ新しいんじゃない？まさかそう。行かない。行かないで、行かないで、行かないで、行かなくていいから。行かなくていいから。行かなくていいから。行かないで。廊下むず。廊下全然吸えねえよ。よし、オッケー。まだあと10匹。座るよ。いないの。あ、この上か。隣の部屋かな。ファイヤー持ってんね。ちょうどいい。あ、違かった。もともと。
あ、ようそこのヒゲのワンちゃん。懐かしいこいつ。オラのツボコレクションどうかな。見事なもんだべ。おっと。オラのコレクションただで見るのにそれダメだべ。オラのツボ見たかったらどうしようするべ。どんなところだ。一生だべ。氷でいくつ倒せるか勝負するべ。何キスベ倒せばお前の勝ちにしてよ。もう裏叩きだな。2 3 4 5。これしか出てきちゃう。6 7。7匹終わったよ。全部上。終了だべ。さて結果は7匹だべ。信じられねえんだこのオラが負けるなんて。かも。おめえオラに恥をかかせただな。生きて返さねえべよ。おめえが作ったルールだろ。それっぽく。いや当てらって。すごい飛んでいくな。すごい。最初しようかな。もうね、ハート取れねえと思った。先に。これは何だ？金かい！ダイヤ。金いるんだけど、こんなとこ行くんだよな。バケ野郎！危な。攻めんだからやめろ。私。え、動けって。ずっと被せてんだけど。どういった？この甲冑の部屋なぜか吸いやすいんだよな。で、甲冑越しめっちゃ強い。甲冑のおかげで。で、廊下がマジで吸いづらい。なんていうかさ、薄いんだよ。もう全然当たんないでしょ、これ。で、甲冑部屋に戻ると。甲冑部屋にいてくれた方がまだいい。甲冑越しマジ吸いやすい。はい、こっからね、落ちるんですよ。赤ずの間ふぅ、金祭り。お前、すごい逃げるタイプになったろ。夢の鏡だな。ここから帰る。なんでお前だけ。近いよ。まずお前だけ。全然強いね。で、何さっき。非常に吸いづらいでやん。危ないやろ。オッケー。ああ。意味があるんだな、やっぱり。鍵だろ、これ。いいね。2階。そこか。なるほど。で、本当に出れないからもう鏡オンに。そういうことだね。逆だ。怖いよなこれ。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。